西野正宏は、東京都江戸川区出身のプロ野球選手、宇藤左田、オリックスバファローズ所属。南葛西小学校時代に、火災キラーズで野球を始め、南葛西中学校では、浦安リトルシニアに所属し、東海大学附属浦安高校では、甲子園出場経験はなし。国際武道大学4年生の時、千葉県大学野球リーグで春。 秋の2期連続で2類種のベストナインを獲得した。2014年6月3日、JR 東日本時代は1年目に社会人野球ベストナインを獲得した。2年目には韓国で行われた第17回アジア競技大会の野球日本代表に選ばれ、4試合に出場、計8打数1アンダだった。唯一のアンダはモンゴル戦で放った本類打である。 社会人時代は、田中博介とに勇敢を組んでいた。2014年プロ野球ドラフト会議で、オリックスバファローズに7巡目で指名され、契約金2500万円、年俸1000万円で合意し入団。背番号は39に決まった。ドラフト後に行われた第40回社会人、野球日本選手権大会では2類種として3試合に、先発出場。 経営12打数3安打一死四球だった。2015年は開幕を一軍で迎えた。4月2日の対福岡ソフトバンクホークス戦の5回表に代打でプロ初出場し、初打席は一塁手への飛球で凡退した。4月12日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では8番3塁手で初先発出場し、7回表の第3打席で、 初安打となる、右前安打を放つと、4月22日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では7回表に四万塁の場面で2点的自打を放って初打点を挙げ、4月29日の楽天戦では4回裏に、プロ初本塁打を放った。5月2日の対ソフトバンク戦では2回裏に、初盗塁を記録。33試合に出場した時点では、規定打席には達していなかったものの、 94打数34安打の打率362、3本塁打、18打点、5盗塁、得点圏打率、480の高成績を収めていた。7月2日の対北海道日本ハムファイターズ戦の8回の第4打席で空振りをした際に、右手首を痛め、翌3日に、有効骨の骨折で、全治2ヶ月と診断され、7月4日に、 出場選手登録を抹消され、その後復帰することなくシーズンを終えた。12月1日、大阪市の対象警察署で1日警察署長を務めた。2016年、チームでは糸井義夫と共に全試合に出場、1試合以外はすべて二類種として出場した。三類打数7は、モテギエーゴロと共にリーグ最多を記録する一方、二類種部門で、 リーグ最多の17失策を記録した。12月12日に、背番号が5に変更されたことが発表された。2017年、開幕戦は2番にいる一種で、先発出場したが、夏場には2軍降格を経験するなど不調に終わった。6月19日の横浜 DNA ベイスターズ、戦では、代打から出場し、プロ入り後初めて遊撃手として出場した。二千十八年、 三塁手としての出場を重ねていたが、8月11日の試合の守備練習中に打球が額に直撃し、病院で検査を受け、全頭骨骨折、脳震盪と診断され、出場登録を抹消された。2019年は、怪我や不審で、自己最小の56試合の出場に留まった。パンチ力を兼ね備えた手話な打撃と50メートル走で6秒。 一を記録した、瞬足、内野複数ポジションをこなせる器用さが持ち味。身長167センチメートルは、チーム最低身長。自身と同じように小柄な内野手で、元チームメイトの平野圭一を、プロ入り時から尊敬しており、平野からは引退セレモニー時に使用したバットと、平野の名前入りのリュックサックをプレゼントされている。なお、2016年のオフに変更した背番号後は、 平野がオリックス時代につけていた背番号である。また応援団が演奏する応援歌も平野のものが継承された。ありがとうございます。